マッハキック鈴木隼人。2016年、26歳でプロデビューを果たした鈴木は強烈な左ミドルキックを武器に対戦相手をマットに沈め、2019年、クラッシュスーパーライト級王座戴冠。その後は K1 の王座を目指しトップ戦線での戦いに邁進するも、ここ数戦は満足な結果が得られてはいない。今まではその自分 の, そのやってることを出せれば勝ててこれたんですけど、やっぱ K1 とかまで行くとそれだけじゃやっぱ勝てなくて、いろいろと細かいテクニックだったりとか、やっぱ戦略を立てないと勝てないなっていうのがあるんで、まあだからこの2連敗っていうのはまあ必然だったっていうか、左ミドルもちろん警戒されてますし、まあ上に行けば行くほど対策されてなかなか当たりづらくなるんで、これからも左ミドル武器っていうのは変わらないんですけど、当てるまでのプロセスだったりとか、いかにどうやって当てるかっていうのを今考えてやってるんで、まあ落ち込んでても仕方ないんで、やっぱり、はい、連敗中にもかかわらず落ち込んだ表情は見せない鈴木。それは所属する K1 ジム五反田秋元良平トレーナーの存在があるから。これで意識してくれてるんですよ。なんでもともとはクラッシュのリングにも上がっていた秋元トレーナー。秋元いなかったら自分も辞めてますね。2連敗して、でそれでなんで負けたのかっていうのは自分分からなかったんで、まあ単純に自分の実力がここまでだったんだなって自分は思ってたんですよ。でもその秋元にいろいろとなんで負けたのかっていうのは細かく説明してもらって、で自分の強さとかも教えてもらって、だからこうすればもっと強くなれるっていうのをすごく教えてもらって、僕自身が格闘技マニアで格闘技がすごい好きで、で選手の時も自分が連想しているものと自分の戦い方がまた別だったんですよね。僕はトレーナーをしているというよりかは、その選手をその選手の形にするっていうのを意識していつもトレーナーのサポートをさせていただいてますね。なんで100人いたら100人の練習があるのと一緒で、一人一人練習メニューが違うんですよね。まあ、隼人君としっかり練習したのってここ1年なんですよね。ミドルキックはもともと強くて、なんでミドルキックを当てるには何かが必要みたいな、これが強いからこれをしようとかではなく、それはもう武器なんで、その武器を利用使うために何を使うかみたいな、それをなんか性格のことを知るとその武器がまた出てくるんですよね。今年31歳、頼もしい参謀を得た鈴木が得意のミドルキックにさらなる磨きをかけ、連敗ストップを期し小足のリングに立つ。その対戦相手はシャイニングストライカー寺島光。2019年、21歳でプロデビュー以来、空手仕込みの鋭いパンチと蹴りで怒涛の4戦4勝 3KO、スーパーライト級ニュースターの誕生を予感させた。いい意味でも悪い意味でも思い切りが良かったのかなっていう風に、まあ、あんまり作戦考えるとかっていうよりはもうセコンドの指示もほぼ無視してガーンいっちゃえみたいな感じだったっていうのはありましたね。しかし勢いだけでのし上がれるほどこのリングは甘くはない。寺島はデビュー1年後の昨年3月、ケーズフェスタ3で後に K1 スーパーライト級王者となる山崎秀明と対戦。第2ラウンド、山崎の猛攻を受け寺島が失速。パンチ力はもともとあると思ってやってたんで、やってて恐怖はあんまり感じなかったですけど、まあ、パンチ力以外の間合いの詰め方だったりとか、まあ、蹴りだったりとか、そういう部分でもやっぱり威力があって、ある意味その勢いだけじゃなく、まあ、考えながら戦わないととか、そういういろんなものを学んだ試合ではありましたね。トップとの差を身をもって実感した寺島は12月に斉藤雄太戦で復帰。当てれば倒れますからね。さあ、その しかしここでも3度のダウンを食らい TKO 負けで2連敗、デビュー当初の勢いを失ってしまった。
いろいろなことを考えすぎたというか、自分のフェイントだったりとかが何も引っかかってこないなとかってなった時に焦って自分ですぐに試合を決めに行こうとした経験の甘さだったりとか、その一戦もすごく、まあ、自分の中では勉強になる一戦だったし、寺島が2連敗で学んだ教訓。サッカーをやってる友達がいて、でプロで海外でやってる選手だったり、日本でプロでやってる選手、日本代表入ってる選手たくさんいるんですけど、みんなで話してたりすると、まあ、普段の食事から普段の生活からやっぱりサッカーやってるプロでやってるやつらはこんなに考えてんだなと思うと、まあ、格闘技をやってる自分からすると、まあ、少しやっぱり甘い点が多いなっていうのもすごく感じて、なんで12月の連敗するまではすごい試合決まってから頑張ろうみたいなエンジンかかってっていう感じだったんですけど、今はすごく普段の生活から普段のまあ食事から常に自分と向き合って練習できるような環境に自分で持っていけてるんで、それはすごく変わった点だなと思いますね。まあ、僕自身はあんまり映像を見てないんで、基本的にはまあ文也くんがいろいろ言ってくれてすごくやってるんですけど、寺島が所属するタンタンファイトクラブチームジョーカーは K1 ライト級のトップ戦線で活躍する大沢文也が2019年に立ち上げたジム。二足のわらじを履く大沢は格闘技 IQ が高いと評価される理論家。教えるのは好きですね。正直すごく好きですね、教えるのは。はい、練習でやってやられろみたいな、ワンツーをやれと。でもワンツーやったら相手のこの攻撃がもらっちゃうかもしれない、相手の攻撃をもらっちゃうかもしれないからやりたいことを出せないって選手が結構多いんで、いやそれはやられてから考えようって、まずやりたいことをまずやんないと、やられることには僕怒んないんですよ。何もしないことにいつも怒るんですよ。正直寺島のポテンシャルはめちゃめちゃ強い、もうすごいんで、すごい高いんで、スパーリング練習だったら65キロで寺島に勝てる選手ってもう日本でもそういないと思うんですけど、だから別に何も変える必要ないです。もうそれを今のまんまを試合に出せればいいよっていうだけなんで。会長ではあるんですけど、会長という関係ではなく兄貴分として見てるようなことの方が多いですね。昔から格闘技見るのが好きで、クラッシュの試合とかたくさん見てたんですけど、でその中で強肩選手と大沢文也選手が試合したのを見て、うわこの2人すげえなと思って、でこんな打ち合ってこういう試合になるんだって、当時まだ格闘技を始めてなかった自分からするとすごい衝撃で、こういう選手になりたいなって思うようなきっかけになった試合でしたね。連敗から学んだ日々の練習への取り組み方、そして頼れる兄貴分の戦略を持って臨んだ今年7月の松本篤人戦。インサイドワークとテクニックを駆使する難敵松本相手にカーフキックでダウンを奪い判定勝ち、連敗脱出に成功した。いつもアイデア聞いたらすぐ行っちゃうんで、行くなっていう風に言われてたんで、やっぱりセコンドのと戦ってる時とでいい意味でこう聞こえながら戦ってたのかなとは思いますね。連敗脱出で再び上昇気流に乗る手応えをつかんだ寺島。今回の対戦相手は元クラッシュ王者、前チャンピオンだっていうのもありますし、ここの壁乗り越えたらしっかりと、まあ、ベルトがすぐ近くに来るんじゃないかなっていう一戦でもあるかなと思ってます。まあそうはさせないですよね、はい、そこはまだ譲れないですね、はい、まずまあ今2連敗してるんで、さすがにもう3連敗はもうどんな理由にしろダメなんで、前回の試合負けてからその練習内容も全部変えて、もう本当にリニューアルで今やってるんで、そういう新しい自分の強さっていうのを見せて勝ちたいですね、はい、出ますか新マッハギグ、出るんじゃないですか。11月20日後楽園ホール、リニューアルした鈴木が連敗を止めるか、寺島が元王者を倒しタイトル挑戦へ名乗りを上げるか。